まあまあまあ、しゃあなし、146枚です。さあ、凱旋でございます。頑張りましょうあの、お隣のお隣のお兄さんが今2000枚出てるので、あれを目指しますような気がしますチューダーリープだったかな。335ゲーム取りました。追加投資が4000円です。全部で21000円です。やったね。ちょっと良さそうなところにいるなみたいな感じはあったんですけど、刺さると思ってなかったから。いいんですけどね。この前のあれはウープあったっぽいの。プラスにするにはあと500枚、600枚ぐらいですか。早々に来てあれなんですけど、ノーマル行きません。ノーマル行ったら600枚いけんじゃないですか。ねえ、フランスにしたくないですか私。
皆さんに視聴者プレゼント、そしてこの帽子をプレゼントできるのはプラスにすることなのでありですよね。ちょっと騒がしいけど今ちょっと騒がしいけど、もう上の方にはいなさそうかな。またうろちょろしますか。早くない？外線やめようとするの。ただ打ちたかっただけみたいな感じやんね。いやそうなんだけどとりあえず見ましょう。う打ちたいでちょっと重そうですね。確率だってこれ合算でしょ多分。え、600、700枚ぐらい。あ、ちょこちょこ、今回のテーマはちょこちょこ大作戦で、いろんな台ちょこちょこ打ってその手段を出して、それを持って別のところでまた増やす、まあ、増えてはないんだけどね増えてはないんですけど、でもほら外線でちょっと増えたでしょ。だから初代カードかちょっと盛り上がってない？もしかしてあるのかな。だってこっちの5台めっちゃ箱使ってる。どうかな、これを持ってシンデレラブレード3言ってることめちゃくちゃじゃないですか。怖いよ。あんまり需要のない動画かもしれないですけど楽しんでください。おかえりなさい、ご主人様。ただいまって言おうと思ったんだけど、ご主人様って言われたから止められちゃった。初打ちでござる。 ART 機ですね。ボーナスプラス ART 機。純増は約2枚 2.0 枚で初期ゲーム数が40ゲーム。まあ、上乗せの時にお尻ペンペンができるあの有名な台ですね。チャンスゾーン入りました。突然入ったな。結構いろいろ引いたんですけど、まあチャン、強チェリーでステージ上げてモードっていうか、状態良くしてからの、ジャックチェリー3個ぐらい引いたのかなと思いますので、どれかで入りました。はい、ユニキーまたスペシャルボタンで選択肢第3停止時に決定。どれにするかですね。なんかね、いろいろ書いてあったんですよ。こっちか。まあ、ミッションじゃない？最初だし。なんか王子に振られるの嫌だし。自分でなんかした方がいいなということで、じゃあまずはミッションからいきたいと思います。さあ、ART 突入率は約 30% みたいなので、3割いきたいと思います。さあさあさあ。100本獲得？全部ですね。あったの？取られない。取られない。取れない。こっ
がない。20本色が変わるんだね。プレイでも獲得できるんですね。子役を引けばいいんだね。あと4回、 9回のうちあと4回、親役だったら結構取れるはず。ということで全部でトータル23,000円ですね。よっしゃ、こっから20,000枚じゃこら。先ゲーム数が40ゲームからスタートみたいですね。余った分上乗せ抽選してくれるんだね。ただ何も引けそうにないし、追加投資っていう。いいんだよ、2000枚出すから。2000枚出すための投資なんで。行きましょう。模擬結婚生活こな。23,000円って言ったけど、ここに1,000円余ってるってことは24,000円ですね。あ、今追加したじゃんね。びっくり、怖っ。もうやだわ。しっかりして。まだこれ準備中です。突入。順蔵2枚ってことは1000ゲームしないといけないのですよね。1000ゲーム、はい、なかなかだ。お、いいじゃん。何もできなかったんだけど、怖い。新婚生活大丈夫ですか。ビール成功でゲーム数の成功率に報酬に。2枚も取れてないんですけど。ちょっと待って、え、終わり？終わったんだけど、怖っ。え、もしかして今聞いた感じ？ちょっと待ってよ、嘘でしょ？あ、今聞いた感じ？ちょっと待ってよ。結構頑張って入れたんだけどな。倒せないやつだね。普通ならもうちょっと打つんですけど、
りの実戦時間も少ないですし、なんといってもさっきの出玉が答えたのでちょっと今日は遠慮してノーマルですか、いきたいと思います。これを一気にまくるのはノーマルしかないんですよ、はい、なので移動します。多分これまたちょっと面白かったんで打つと思うので、まあこれで打つかどうかわかんないですけどどっかでちょっと挑戦してみようと思うので、とりあえずやめます。はい、ということで、クラッキーセレブレーションにやってきました。それではビッグ6回目指して頑張ります。そんなに弾けるかね。ついこの前に雑誌のコラムでクランキーセレブレーションを打つっていうのをやったんですけど、ベル A と B を数えてくださいって言われてめっちゃもう真剣にこうやってコンドル狙ったり青のの狙ったりして、あの、ね、めっちゃめっちゃ疲れた。あの今みたいに雑に押せないんですよ、数えなきゃいけないから。ただもう後半は、あ、当たった。後半はめちゃめちゃなんかペッペッてやってましたけど、本当にこうやってねてんてんって打てるのがね楽しいなって思ったわけです。それが言いたかった。そしたら当たりました。イエス、頼むビッグボーナス。おっと、おお、あれあれ、お、なんだ、ちょっとコンドルあれだったかもしれないけど、あれ、あ、このの違う、コンドルっぽい、はい、コンドルでした、すみません。はい、ニャン君83ゲームやりました。あ、コンドル連チャンだったんですね。私はまだ引いてないけど、1回しかね。たくさん出た。たくさん出ましたよ、ほい。嬉しい。さっき70枚だったからね、怒ってるからね私、まあ、自分が悪いんだけど。お、当たりました。イエーイ。しかも化けじゃないのかな、詰めてこなかったんで。ビッグボーナス、よし、かなか。終了、お疲れ様でした。はい、たくさんの機種を打ってきましたが、一応先に結果を報告したいと思います。投資が1128枚、そして回収が230枚。はい、ということでマイナスの898枚と、1230枚だったら超有機できたんですけれども、残念ながらクラセレ50ゲームチャレンジ最後ね、あそこ、あ、え、あ、全然足りないじゃんね、何言ってんだろう。あそこ今ビッグを取ってたらプラってんじゃないと思ったら違いました。はい、ということで、たくさんね本当に機種打ったんですけれども、あのカメラマンさんに、あの初代魔法少女マドカマギカだけですよ当たってないのって言われて、確かにと思って、他全部当たってるんですよね。なんでマイナスなんでしょうね。不思議だな。しかも結構早めに当たってません？でそんなに多分、まあ、サムネもこうなんか
追加追加みたいにしてなかったでしょうし、そんなにマイナスじゃないままいろいろ立ち回ったはずなんですけど、なんでですかね、はい、不思議なことも起こりますけれども、残念ながらですね、皆様にはあのプレゼントが買いに行けず、この帽子もプレゼントできずですね、はい、負けを続けてしまいました。まあ、3回連続でね罰ゲームということなんで1ついてしまいましたけれども、次回はぜひ埼玉県かな、まだちょっと分かんないですけど、あの埼玉県では絶対ノルマクリアしたいだと思ってますので、はい、ということでまたぜひ見ていただけたらと思います。次回はこれプレゼントいたしますので、ぜひ、ご感想と書いて送ってくれたら嬉しいです。それではまた見てください。ありがとうございました。